皆さんこんにちは。みこしを愛する友好団体の皆様、本日は須賀の春祭りにこのように大勢の方にご参集をいただきまして誠にありがとうございます。ただいま子どもの町内みこしは千葉の中台製作所へ修理に出しておりまして、この5月に新しくまたみこしが来ることになっております。本日は境内のもう桜のですね芽を出しておりましてまあこの鹿のお祭りを盛り上げてくれることと思います。本日はですね、楽しいお祭りになりますよ、皆様のご協力をお願いいたします。本日はありがとうございました。国務大臣河野太郎殿、皆様お疲れ様でございます。大変いいお天気になりました。この三島神社の春祭りが終わると全国的に春でございます。どうぞ気合を入れてよろしくお願いいたします。怪我事故のないようお願いいたします。ありがとうございます。平塚市議会議長深川正明殿、はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました平塚市議会議長、地元の川正明でございます。合わせて今年から南町の総代になりましたんで、宇治港の、役員となりましたんで、ご承知をいただきたいと思います。まあ今日は本来は雨模様という予想が出てたんですけど、このように友好団体初めていろいろな方が思いがあって今日は春晴れになっております。ぜひ手がないように投票ができますよお願いをいたしまして、ご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。すいません、そのこと忘れました。谷陽子さんが来られてます。昨年は皆さんにおかげさまでちょっと時点で終わりましたけど、まだまだ挑むつもりでおりますので、こういう可愛い子ですから、ぜひ皆さんのご支援をいただくつもりでちょっとご挨拶をいただきますのでよろしくお願いします。すみません、松影町に住んでおります谷陽子でございます。前回は時間もないのに須賀の皆様に盛り上げていただいて、あっという間に1万2000ということで、現在の自分がありますのは須賀の皆様のおかげでございます。誠にありがとうございます。3年間休まずにまた頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。本日は誠におめでとうございました。続きまして、マスキの受け渡し。